おはよう。おはようございます。眠い。あれ今日寝たんですか？寝てないわいや今日はちょっととある企画をやりたくて、その企画をするために陽子を朝まで寝かせられなかったんですよ。で寝させないために俺も起きてたっていう話。陽子さん今寝てるんですか？今も爆睡中。今11時なんですけど、10時前9時半ぐらいかな、やっと寝ました。だから今めちゃめちゃ爆睡してる中でやりたい企画、これもずっとやりたかった企画、発表していいですか？はい。お前さ、寝たんだべなんでそんななんか吐きないの盛り上げて俺寝てないんだよ。僕もあの2時間ぐらいしか寝てないです。そういうこと言うとなんかあれやん。今日の企画なんですけど、はい、彼女が朝起きたら知らない家族が住んでるドッキリ。まあ、陽子と言ったらやっぱ他人ドッキリやん。その今まで知らない人がなんとかドッキリみたいなのがたくさんバズってきたんですけど、知らない家族どうするのって話やん。今日この企画のためにはるばる来ていただいてます。ヨパパチャンネルの皆さんお願いします。ヨパパチャンネルと申します。よろしくお願いします。お願いします。陽子にかけるわけじゃないですか。はい。お子さんたち実際会ったらきつくなったりしますかね？まあ説明はちゃんとしてあるんですけど、もうドッキリなんでこれはその時なので分からない企画を考えた僕もそんな茶番に申し訳ないですけど、いやいや、とてもですね、こちらこそありがとうございます。今日の企画が伸びたら僕のことも家族にしてくれるって聞いてるんですけど。ええー、もちろんね。本当ですか？はい。静岡に引っ越してくる。わかりました。この企画が10万再生以上いったら僕あの家族になるんで起きたらちょっと元も来ないんで、行きますか？行きますか、はい、お願いします。お願いします。トイズチャンネル。お姉ちゃんおはよう。お姉ちゃんおはよう。お姉ちゃん起きて。起きて。お姉ちゃん起きて。おはよう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 。よくおはよう。もう昼だよ。だよ。もう昼。だったね。もう昼になっちゃった。12時過ぎちゃった。ご飯取る。え？お父さんとお母さんと兄弟ね。うん。うん。そうだよ。多分寝ぼけてる。あ、寝ぼけてるか。あ、寝たの遅いって言ってたもんね。昨日バイトでね。うん。新聞配達のバイト。朝早い。あ、そうだ。そうだから。うん。おはよう。おはよう。おはよう。あれだね。ん？こんだけやっぱ家族いるとちょっと狭いね。そう。すいません。そろそろ引っ越し考えてるんだけど、どうかな。でも陽子もあれだよね。一人部屋欲しい、ね。そうだね。女の子一人だし、ね。パパ頑張ってよ。ごめんね。稼ぎがねちょっと少なくてごめんね。ごめんね、なんか狭い部屋で。申し訳ない。すいません。携帯は分かんないけど、うん、あ、これも、これもママだからさ、うん、あら食べない？あれと、うん、うん、つまみだつまみだ、うん、来週さ、うん、旅行行くって言ったじゃん。ああ、そうだそうだ。どこにしようかなって思ったんだけど、よく静岡好きじゃん、うん、ね、だから時の住処とかグランピング、グランピング行く、グランピング、待って、どういうことですか？
まだ寝ぼけてる、ね、めっちゃ寝ぼけてるごめんね、なんかあれ新聞入りたい、仕事忙しいのかな、ごめんね。お姉ちゃんに遊んでもらいな、おい、うん、お姉ちゃんきょ久しぶりに家族揃ってるからね、うん、うん、いいよね、家族会議しなきゃ、家族会議しなきゃ、いろいろ会議することあるからね、ね、うん、彼氏連れてきていいですか、彼氏、あ、連れてくんの、ちょっと待って、俺心の準備がいるや、え、でもいずれは紹介しないと、どんな彼氏だっけ、秘密、秘密ね、秘密だね、まあ、まあ、いい男なんだとは思うよ、まあ、あと問題は俺より強いかどうか、だからやっぱ陽子守ってくれないですよね、この先陽子を新聞配達しなくてもいいように、うん、違う、それはパパが頑張るなまあこの新聞配達の流れで悪いんだけど、まあ、できればその生活費か、そう、バイト代からいくらか出してほしいなって思ってるかな、うん、例えば3万でも3万を、うん、うん、あ、じゃあ次3万円で、あ、いいじゃん、あ、じゃあ3万円入れてもらって、ありがとう、ごめんね、本当、ありがとう、あ、いい、こちらこそ、でもあの定期代は、定期代はママが出してた、あ、ママ、うん、基本的にパパはあんま働いてないから、え、パパがね、ちょっとね、パパ、そう、喧嘩バトルワイヤル出たりしてお金かかるんで、あの交通費とかかかるから、そうするとやっぱね、月2万円ぐらいしか稼げなくて、入院してる方が多いもんね、月の半分ぐらい入院してるからあの新聞に届けてもらえると助かるの、暇なんだよ、気づいたらベッドの上にみたいな将来の夢とか、あ、聞いてみたいね、あんのかね、湊今の年でね、湊将来の夢とかあんのかね、将来の夢、うん、うん、まだ決めてない、靴磨きとか靴磨きわからと、お前将来の夢とかあんのか、不死身か、不死身、死なない、死なない、死なない、死にたくないのね、青、お前将来の夢あんのか、まだ決めてない、お前も靴磨きだな、陽子将来の夢あんのか、陽子お嫁さん以外で何かある、パパとママが、うん、長生きすること、おお、ね、あれだね、それは陽子の夢じゃない、うん、あ、そうだ、今日、うん、そういえばお兄ちゃん帰ってくるんだよ、お兄ちゃん帰ってくる、そうだ、誰にも言ってなかった、どの辺にいんだろう、今電話してみるね、あ、もしもし、もしもし、え、今どの辺、あ、もう着くところ、みんな起きて待ってます、待ってるよ、はい、お兄ちゃんも稼げる年齢だけど、お兄ちゃんニートだからね、え、そうなの、お兄ちゃんニートだよ、お兄ちゃんニート、うん、全員金髪で、お兄ちゃん来た、お兄ちゃん来た、おかえりー、おかえりー、おかえりー、ただいま、うん、いや、家狭いね、ここ狭いよ、引っ越ししようっていう話したら、兄ちゃん、なに、年初の改まって、どうしても配達、びっくりしたよ、びっくりした、もういいっすかね、もういいっすか、いいっすかね、ということでカメラあるんですけど、はい、今日の企画は、起きたら知らない家族住んでる時でした。ありがとうございました。いやいやいや、こちらこそ。反応がめっちゃ面白かった。びっくりしたまでなんか起きてみたいな起こしてくれたんですけど、まあ起きないよね。こんなに疲れてる。いやもう昼過ぎた、昼。12時半、ゆうきさん近い、そうね、寝てないのじゃん、俺寝てないドイズチャンネルということで、ドッキリ大成功しました、ありがとうございます。ちょっと僕最後しか見れてないんですけど、なんかどんな感じでした、ヨーコのリアクションとか、最高でしたね、最高でした、最高でした、いい顔してましたよ、目バッチリでしたどうでした、でもめっちゃ高い声の起きてが聞こえて、聞き慣れない声でも夢かなって思ったんですよ。夢だと思いますね。夢かなって思ったんですけど、何回か聞こえてきて、現実でこれ聞こえんなみたいな。そしたら行った。ママとパパもいた。急な出来事すぎて喋、うん、れてなかった。どうでした今日？どうね、ドッキリ仕掛けて。
なんかちょっと緊張しちゃった。かわいい。今日あれですね、この後ロコチャンネルさんの方でなんか動画撮る、ああそうですね、できればお願いしたいですね、はい、概要欄に貼ってるんで、はい、皆さんぜひ見てみてください。お願いします。お願いします。最後よくさんなんか一言どうですか。リョパパチャンネル最高。